なんかね、アクション号サイト佳子様が1月22日に東京大学の名誉教授から能登半島地震についての進行を受けられたと宮内庁の公職大部が明らかにしましたね。はい、まあ、でもね、これははっきり言ってまあ嘘でしょうね。ええー、まあ、そのね、嘘っていうのがこの宮内庁のホームページにも書かれてましたね。うん、宮内庁のホームページでスケジュールがあって、アクション券のね、まあ、スケジュールを見てみると1月22日に関してはご進行ではなくてご説明とね書かれてました。はいはい、まあ、このご進行とね、まあ、ご説明でどのようにね違うのかってことで、まあ、これに関してはあまりご進行っていう言葉はねあまり分かんなかったんでチャット GPT に質問してみました。まあ、そうするとね、まあ、ご進行っていうのはねより深くこの詳細に知識の伝達をしてるわけですね。お、地震に関することなんで科学的な側面とかね歴史的な背景とか地震学の原理とか被害の範囲と、まあ、そのね影響とか専門的な知識を広範囲にわたって伝えてるわけですね。はいはい、まあ、だからね受け取ってしてもね地震についての深い理解を得ることが期待できますけども、まあ、その前にね、まあ、この専門的な知識をしていることが前提ってことですね。ああ、そもそもの知識がないとってこと。そうですね、まあ、当然まあ子供にね専門的な話をしても分からないですからね。うん、ある程度詳しいことが前提ってことですね。なるほど。まあ、逆にこの説明に関しては、まあ、この情報をね分かりやすく伝えるということを意味してるわけですね。はい、能登半島地震の基本的な情報とか、まあ、発生した日時とか震度とか被害の概要とかを簡潔にね伝えるわけですね。うん、受け手としたらね地震についての基本的な事実を理解することができますけども、詳細な解説とか深い知識は期待できないかもしれないですね。はいはい、まあ、つまりこの地区の震度はまあこれぐらいだったよという感じで、それとまあ基本的な情報を教えてもらったわけですね。うん、まあ、それでまあ結構ね揺れたんだねって感じで、おそらくアクション号サイト佳子様が、まあ、おーという感じが過ごしたかもしれませんねそれだけそうね、まあ、ちなみにこの定例会見ではね地震発生のメカニズムとか特徴について観測データを元にした、ね、説明を受けて、強い揺れとか津波が発生して海岸線の隆起とかも生じている地震の状況を聞かれて説明を受けたとねありましたね。はい、まあ、この説明を受けて状況を、ね、聞かれたってことなんで、やはりね、まあ、ご進行じゃなくて説明でしょうね。うん、まあ、ちなみにこのアクション号さんはね学校から帰宅した久しさまにもねご進行の内容について話されたようですね。ああ、見たいですね。でもここではね話されたってことで書いてますね。うん、まあ、ここにね久しさまに対してはね説明したともご進行したとも書いてないですね。はいはい、だからなんかねこの地震の話があったよって感じで、まあ、話をしたわって感じのレベルでしょうね。まあ、軽く世間話ぐらいな。そうね、まあ、この進行でもね説明でもなくて話されたわけですね。うん、まあ、さすがにこの1時間話を聞いてね久しさまにも1時間話をするわけにいかないでしょうからね。まあねまあ、食事の時にまあ長くてね、まあ、30秒程度話す程度でしょうね。あ、そんぐらい。そうよね、まあ、それもこの久々様に関してはね東京大学を目指すかと言われてるわけだから、どちらかというとね、まあ、久々様からアクション号祭とか佳子様にご進行ねあってもおかしくないぐらいですね。ああ、知識はねそっちの方があっても、まあ、そっちの方がねアピールできますからね。まあね、まあ、そんなズルがね思いつかなかったんでしょうね。はいはい、アクション号以降はね厳しい環境での生活を余儀なくされている多くの被災者とか被害対応に当たっている人たちのね、まあ、心身の健康を大変心配されていると、まあ、しらじらしに、ね、報道されてましたね。まあ、そもそもね説明なんでネットを調べたら分かる情報だけ聞いたって感じで、わざわざね東京大学の名誉教授なんで呼ばなくても詳しくね分かりやすくした資料とかが、まあ、これね、まあ、こちらの資料ですよって感じでメールでね添付すればいいだけですね。まあそうですし、秋篠宮ご夫妻が聞いたところで何もできないですからね、説明なんか聞いても。そうね、うん、まあ、この宮内庁の、ね、ホームページにもご説明と、まあ、書いてるし、まあ、ちなみにこの秋篠宮がねご進行を受けても意味ないと分かるのが、まあ、昨年10月のね、まあ、佳子様のペルー訪問ですね。はい、まあ、ここで、ね、4回もね、まあ、進行を受けてるわけですね。おお、まあ、ご進行だからね、まあ、詳しく講義を受けてるわけですけども、うん、まあ、このご進行なんでね大前提として基本情報をしていなければいけませんけども、1日でね学べる情報っていうのは限られてるでしょうからね。はいはい、そこでまずね10月2日に放送大学名誉教授からペルー訪問にあたってご進行を受けてますね。うん、さらに4日にもね報道はありませんでしたけども、お忍びで大阪まで移動してからね国立民族博物館の名誉教授からご進行を受けてるわけですね。おお、わざわざ大阪まで行って、まあ、この国立民族博物館も視察されたようですけども、うん、誰かのニュースにはなってませんね。はいはい、この民族博物館の名誉教授はマチュピチュの遺跡とかに詳しい人ですね。うん、まあ、ちなみにこのね2日後にはペルー駐日大使の片山大使夫妻からもペルー訪問にあたってご説明を受けてますね。うん、もしかするとね2日前に民族博物館に行ってることを知ってるんで、まあ、どうでしたかっていうね質問があったかもしれませんね。はいはい、まあ、それでね佳子様があまりにもねバカだったんでちょっとね、まあ、バカにする気はなかったんだろうけども、バカにされてる感じが佳子様にも伝わったのか怒ってね、まあ、片山大使を更迭にしたかもしれませんね。あ、機嫌悪くなっちゃったと。ね、まあ、12日にね新しい、まあ、ペルー駐日大使とご接見とねありましたけども、うん、まあ、このね合計でこの4回ほどご進行っていうことでみっちりとね説明されたようですけども、
いろいろとこの頭がね、いっぱいになっちゃって、マチュピチュではね、おっという感じが過ごしてますってことで、まあ、これね、悪神ですらもね、お手上げの感想を述べたわけですね。ああ、信仰の意味なかったですね。そう。ね、このめちゃくちゃね、このペルーについて話を聞けまくったのにね、ペルーでは、過去様の知識に関することは一切ね、出てこなくて、はいはい。まあ、このファッションについてのね、ことぐらいしか褒めることがなかったわけですね。まあね。まあ、それもね、ほぼこの受注生産の商品の在庫がね、売り切れましたって感じで、うん、まあ、それでもね、持ち上げるのに必死だったわけですね。まあ、そんな過去様がね、自身についての話を聞かれたようですけども、どこまでね、理解されたんでしょうね。いやー、全然でしょう。キコ様とカカ様でね、まあ、どちらが日本語力があるんでしょうね。おー、まあ、それ、アクシマキでね、口喧嘩になったらね、みんなこの話が分からない人ばかりだから、仲直りとかもできないでしょうね。はいはい。まあ、普通はね、大人になったら、まあ、どっちかがね、降りたりとかするんでしょうけども、うん、みんなバカだからね、誰も理解せずに、喧嘩したままでしょうね。まず、仲直りできないと。まあ、このマカさんがね、行った時は、まだね、結婚会見の中でも、ハキハキと喋ってたし、一番ね、アクシマキの中では、国力がね、あったかもしれませんけども、いなくなったことで余計にね、話がまとまらなくなったかもしれませんね。まあ、それにしてもね、今年はこの久志様がね、大学進学ですけども、まだまだね、箔付けが足りない感じですね。はい。でもね、3年生で受賞だったら遅いんで、3月末までに、なんか賞をね、受賞するかもしれませんね。そうですね。でもなんかこう、東大にね、裏口で行くかじゃないけど、なんか箔付けでね、行くかみたいな言われてる中で、東大名誉教授をね、読んでなんか、地震のことについて聞いたとか、そんなんも別に、あげんでいいのにね、本当は。そうですね。またなんか疑われるというか。まあ、通訳なしとかね、いろいろとやってますけどね。うん。まあ、ちなみにね、今年も1月23日に第69回青少年読書感想文の全国コンクールについてご説明を受けたということで書いてましたけども、まあ、これはね、毎日新聞が主催してるわけですね。うん。だからなんかね、賞遅れって言ったらね、受賞できるでしょうね。まあ、ちなみにこの賞に関してはね、令和2年から仕事を受けていて、しかもね、共産のところにサントリーとあるわけですね。うん。まあ、ここはね、この山下の潮流研究所で高額寄付をしていて、特別参上会員になっていてね、アクシマキ様ともね、直接話ができる関係ですね。はいはい。まあ、河本としてはね、絡むことはなくても、アクシマキちゃんにね、招待されて1対1で話すことができる関係のサントリーが協賛にあるのでね、別にこの賞を取らなくてもね、毎日新聞とかメディアに対して、まあ、俺がね、紹介してお前のコンクールの協賛企業として、まあ、紹介してやるからね、上げ記事を書けよって感じの、そういったね、関係性は築けますね。はい。令和2年のね、1月から、まあ、このね、コンクールの公務なんで、まあ、令和ね、元年は5月からなんで、令和になってね、1年目にこの初めて受けた仕事ですね。うん。まあ、本来であればね、こういったまあメディアとズブズブの仕事とかをね、セーブして、海外の大使と接見したりとか、ご進行を、ね、受けられたりとか、まあ、そういった、ね、公務が増えなければいけませんけども、うん、まあ、ズブズブの、ね、公務が増えたということですね。はぁ、まあ。2月にね、表彰式があるということで、もうね、昨年12月に特選10編とか、入選作品とかが、まあ、県の代表としてね、選ばれてるんで、まあ、そこにね、記者様の名前なかったんで、さすがにないと思いますけども、もしかしたらね、名前伏せてる可能性がありますからね。まあ、そして2月にはね、まあ、この県から全国へ厳選してね、まあ、表彰式って感じであるみたいですけども、まあ、そこでね、久々様ってことはね、まずないと思いますけども、実はね、この大会に関しては69回大会ですね。はい。まあ、そしてね、トンボと私もね、69回大会ですね。同じ。まあ、この時はね、読売新聞が主催しましたけども、まあ、69回大会で受賞しましたね。はいはい。まあ、だから、アクション5歳がね、まあ、この69って数字に妙にね、愛着を持ってたら、強引にね、ねじ込んでくるかもしれませんね。そんなんで。まあ、それにしてもこの、ね、令和になってからもね、メディアとの仕事をね、増やしたりしてるわけですね。おう。なんかこういった仕事をするっていうのはね、まあ、ズルをするためかってことで感じちゃいますよね。まあ、なんとでもね、情報操作してもらいますからね、メディアが。そうですね。まあ、メディアとね、ズブズブになったら持ち上げるしかないですからね。おう。まあ、それはこの改修工事でね、60億円も引っ張ってこれるわけだから、メディアのね、上層部に関しても、お金にね、目がくらんだら、不正とかに加担しそうですね。ああ、確かにね。まあ、この宮内庁もね、そういった仕事とかは断ってほしいですけどね。そりゃそうですよね。まあ、それにしてもこれね、山下の潮流研究所の特別参上会員とかで1対1でね、話せる関係になって、いろいろとね、悪さとかもしてそうですね。まあ、絶対してるでしょうね。まあ、そしてまあ、宮内庁もね、そばにいるわけだから、いろいろとね、お前にもこの美味しい思いをさせてやろうって感じで、まあ、国民からね、批判を浴びるわけだから、まあ、美味しいね、思いとかも、まあ、しようって感じでやってるかもしれませんね。宮内庁も買われてしまってるんですね。そうですね。まあ、それでね、美味しい思いをね、する代わりに、何でもね、身代わりになって炎上するって感じで、いろいろとね、アクションとか、美智子様とかね、宮内庁も、まあ、こうした問題が多いですね。ねえ、なんか今、芸人のね、プラスマイナスの矢橋さんがね、なんかいろんな暴露をどんどんしていてて、はいはい、なんかね、まあ、今田耕司さんにまあ女の子を上納したとか、なんかお笑いコンクールでね、あの吉本以外の芸人優勝させんといてとか、作家に言われたとか、はいはい、なんかどん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 なんか暴露していってますけど、まあ大丈夫か、岩橋みたいな、そんなに言ってみたいな、ちょっとみんなも周りも心配するぐらいいろんなことを言ってますけど、まあなんか宮内庁のね、職員とかでも、なんかそんな感じでね、土地狂ったんかぐらいに、どんどん暴露していってくれるような人が出てきたらね、もうなんぼでも出てくるんでしょうけどね、悪心のご夫妻のことなんか。うん、まあ、早速ね、ツイートはまあ削除しましたけどね。ああ、やばいと思ったんですかね。そうですね。うん。まあ、ちなみにこのね、
まあ、週刊女性に関してはね、まあ、この紀子様と佳子様のことについて書いてましたね。はい。まあ、紀子様がね、佳子様に向けるこの嫉妬の眼差しということで、書いてましたけども。うん。まあ、ちなみにこの間ね、疑い始めの儀で、佳子様は誕生日の夜空に、ね、出てくる秋の紅葉の風景に関して読まれた歌を発表しましたね。はい。まあ、ここで佳子様ね、ご自身のことよりも眞子さんのことを思って読まれた和歌ちゃうかとかですね。おお。まあ、佳子様の和歌の冒頭に待ちわびしってね、あるわけですね。うん。まあ、これから意味深なね、フレーズで、紅葉を待ちわびる和歌ということで発表されてましたけれども、はい、眞子さんへの、ね、思いとかが、まあ、込められてるんじゃないかということで、杉野理子さんが解説しましたね。なるほど。まあ、この眞子さんはね、小室圭と結婚まで批判的な意見が飛び交ってましたけれども、結婚後はね、まあ、報道とかも落ち着いて、ようやくね、二人がこの待ちわびた平和な時が訪れてね、そんな眞子さんに幸せな日々を送ってほしいという思いとかを読まれたんちゃうかとですね。そんなメッセージがね。そうですね。まあ、ちょっとこれはね、まあ、考えすぎでしょうけれども、うん、まあ、そもそもね、佳子様に関してはペルーのマチュピチュを現地で見て、まあ、感想がね、おーっていう感じがすごいしますですからね。はい。まあ、この待ちわびしなんでね、言葉とか出てこないでしょうね。あ、まあ、このゴーストにこういったことを連想させる和歌を考えてとね、お願いした可能性が高そうですね。まあ、自分で書いてないと。そうね。まあ、ちなみにこれね、眞子さんのことを思って書いた和歌だっていう根拠としては、眞子さんがこの歌を書かれたのは誕生日の映像の時でね、まあ、その時にこの佳子様が着ていた服はね、眞子さんが2016年にパラグアイ訪問した時に着用したものだとかですね。ああ、同じだと。だからこの眞子さんへの思いをね、馳せる歌を思いつかれたんだろうとかですね。うん。まあ、これね、29歳なのに振り袖を着ていてね、まあ、これね、お誕生日の映像としてはね、まあ、着物ね、珍しいってことで、振り袖に関してはね、未婚女性の衣装として認識をされる特別な着物とかですね。うん。だからまあ結婚前にね、着ておきたいっていうお気持ちがあったのかもとかですね。おお。まあ、ペルーでもね、振り袖でしたけどね。確かに。まあ、ちなみにこれね、佳子様に関しては現在もお付き合いしている男性がいると報道されてますからね。ああ、今いるんですかね。まあ、そしてまあ悠仁様に関してはね、この高校卒業してから単独訪問するまでは、まあ、結婚ね、先延ばししているというのも見方が強いんで、まあ、結婚ね、焦る必要がないほど相手との関係は、まあ、良好なんだろうとかですね。はいはい。まあ、ちなみにこれね、ご家具所に一人暮らしで炎上しましたけれども、まあ、公務に、ね、向かう姿勢が大好評で、まあ、手応えを感じるようですね。まあ、最近頑張ってると。そうで、まあ、確かにこれね、佳子様の持ち上げ記事とかは目指しますからね。うん。まあ、新年の映像でも中心に満ち溢れた様子だったってことですね。はいはい。まあ、ただこの様子を素直にね、受けられないのが紀子様だってことですね。眞子さんの結婚以降はずっとね、握手の件が炎上してるわけですね。うん。まあ、それでまあ批判をね、弱める狙いもあったんだとね、まあ、推察するとして紀子様の体調不良が発表されたわけですね。ね。もう紀子様の体調不良もいろんな週刊誌からね、まあ、病気の古い砂と書かれてますからね。ああ、仮病みたいなね。まあ、医者からはね、このお薬とかそんなのはなくてね、まあ、様子とか見ましょうってだけで、体は特にね、問題がないで、まあ、原因があるとしたらストレスだってことですね。うん。まあ、ただね、この病名がない体調不良を地震発生直後で発表したことでね、まあ、逆効果になったわけですね。タイミング悪いですね。ね、まあ、地震直後にね、発表したのは、まあ、国民ね、自分の体調を、まあ、知ってほしいという考えがあったんだろうとですね。うん。まあ、普通にこの体調不良でね、公務を欠席といえばよかったんですけども、まあ、このね、国民この心配してほしいという内容があったんちゃうかとですね。はいはい。まあ、この間もね、母子愛育会の公務とかでは、胃の調子もね、良かったようで、朝食もみんなと同じで元気そうだったとね、笑顔を思いして胃に、ね、負担がかかっている感じには見えなかったですね。うん。まあ、むしろね、ストレスが原因であるってことで、アクシャ様とかね、まあ、佳子様が一緒にいる公務では笑顔がないですけども、まあ、単独公務ではね、ものすごく元気なんで、まあ、完全にね、家族の問題でしょうね。ああ、そういう感じ。まあ、佳子様がね、評価されてなんでね、私はもう叩かれてばかりなのって感じで、うん、まあ、週刊誌がね、佳子様を持ち上げて、紀子様を叩く記事にムカついてるかもしれませんね。娘にムカついてるんだ。そう。まあ、週刊誌にね、ムカついてるんでしょうね。うん。まあ、私がこのね、買収した週刊誌なのにって感じでムカついてるかもしれませんね。そういうこと。まあ、紀子様はこの周囲からね、まあ、評価を気にされてるようで、佳子様の人気を素直にね、受け入れられないようですね。はいはい。まあ、紀子様はこの佳子様に対してね、まあ、嫉妬の眼差しってことで向けられてるんちゃうかってことで、ね、まあ、そういった声も上がってるってことで。はい。まあ、そもそも紀子様はね、まあ、小室圭と眞子さんの結婚問題でピアノの音色がとね、まあ、素敵って感じで賛成してましたからね。褒めてましたね。そうね。まあ、それがね、この金銭トラブルが発生してからはね、まあ、反対に回って眞子さんとはね、まあ、会話がなくなって、眞子さんと仲が良くなった佳子様と、まあ、紀子様のね、仲も悪くなって、佳子様もね、まあ、紀子様に対して反感を抱くようになったわけですね。うん。まあ、佳子様もね、まあ、紀子様の振る舞いに対して、まあ、おかしいとね、思うようになったのは、まあ、正常ですけども、まあ、自分のね、振る舞いに対しては客観的に見れないんで、おかしいと思えるようにならないでしょうね。はいはい。まあ、これ雅子様とね、愛子様に関してはすごくね、仲がいいし、まあ、紀子様は雅子様に対してもね、謎の対抗心があるんで、このね、親子の中のいい姿にももやもやしてるかもしれませんね。張り合うとこは違うんですけどね。まあ、そうですね。
まあ、これね頭がね悪いのにこの久々の東京大学けどね考えてるらしい。ちょっとね頭でこの対抗しようって考えてるところもね間違えてるし、まあ、この普通の親子の関係とかも思春期を、ね、超えるとこの年齢とともに別れとかねしてきますけども、佳子さまとはねやはりまあ会話がないようですね今んとこね。まあそれにしてもこれなかなかね、まあ、紀子さまの病気の設定に関してはいつまで続くんでしょうね。ねえ、もう1ヶ月経ってますけど、まあ、この検査してもね正常なんだから原因があるとしたらね、まあ、ストレスとかで、ストレスの原因はね、まあ、悪者家の批判なんだろうけども、まあ、その原因がね、まあ、疑惑について説明しないことですからね。まあ、疑惑について、ね、答えたらこのズルとか税金の無駄遣いもね、まあ、正式には認めることになるんでできないでしょうね。ねえ、まあ、今年はね、まあ、久しさまの進学先の問題もあるし、いろいろとね、また炎上しそうですね。まあ、先日ね、その26日に天皇陛下がね、通常国会の開会式で開催宣言してましたけど、はいはい、まあ、将来的にね、久しさまがこういうのも同じようにできるかと言われたら、ちょっとそうできる姿は想像できないですけど、そうですね。だし、まあ、今日もね、あの東京の方で震度4の地震あったみたいですが、はいはい、まあね、秋篠宮ご夫妻は東大名誉教授から、能登半島地震の進行を受けたということで、まあ、それが何か役に立ったのか、まあ、そんな大きな、ね、地震にはなってないんでしょうけど、被害とかあったりとか、はいはい、なんか意味があったのかね、これに関しても、そうですね、どうなったらという感じですけど、まあ、今後ね、どちら前回のところが、ね、よかったらコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録もなし、登録の方お願いします。よろしくお願いします。